じゃあ小川さんが今出動しますんで、はい、すごく緊張してください、ね、はい、緊張しないでさ、あの、うん、私すごいあの甘いものがすっごい好きなんですね。出た女の目線からのどうでもよさ。でそれで、で秋じゃないですか、はい、で私かぼちゃと栗とさつまいもがすっごい好きなんです。出た、さらに足されていくこのどうでもいい情報。でそのかぼちゃと栗は今この時期しかあんまりこう季節限定ってあんま出ないじゃないですか、この種類は。なんでこの間ちょっと初めて高島屋というところに行ったんですね、うんうん、でそれでフードをなんですか、フードショーみたいなそういうデパ地下系あるじゃないですか。そういうとこ私行くのすごい好き で、うん、でそれ高島屋に行ったんでいろんな自分の情報どうでもいいどうでもいい細かいな高島屋でこれ行かなきゃと、そういうフードを、うん、ちょっと一つ前のどうでもよさに戻らせてください、はい、何でしたっけ、かぼちゃと栗とさつまいもさつまいもが好きなんですよね。みんな覚えてください。じゃがいもが嫌いな。じゃがいも嫌い。じゃがいも嫌い。一つも役に立たない。でそれで高島屋に行ってそのフードコートも見ようと思って、うん、で一人で行ったんですよ、うん、そうすると今の時期って、うん、期間限定って言ってなんとかモンブランとかかぼちゃのなんちゃらとかすごいあるんですよ、うんうん、でそれで、うん、自分でとりあえずこれとこれとこれとこれを外せないっていうのを決めるんですよ、うん、でそれでそれでテレビをご覧の方にはですね BGM 今お送りしておりますのでそちらの方を聞いていただいて、本当に真剣に喋ってるんです。それで独創ですよ、もう独創大祭。一個すっごい私の目を引くお店があったんです。でそこでしかもそのお店はそのモンブランが3種類ぐらいあったんですね、うん、でこのタルトとなんか普通のモンブランと違うなんか、うん、ロールケーキのモンブランみたいなのがあって、そこ不確かなんだ。ロールケーキの上になんかモンブランみたいなのがあって、でそれでこれはやばいと思って、でそのお店の前にずっといたんですね。でそれでお店の人がすごい変な目で見てくるんで聞いたんですよ、これとこれとこれはどれがおすすめですかと。でそれで私はこれとこれで迷ってるんですけど、これはいつまで置いてるんですかと。お母さんその話どのぐらいですか。終わるんじゃないですか。いや、独創このままゴールかなと思って喋ってない人よ、聞こえるからね。聞いてください。それでもでもちょっと他にも気になるお店があったんで違う店に行っちゃうの。1個なんですよ、自分で食べるのが1個だから、その1個に絞るのにすごい必死なんです私は。なんでじゃあちょっと他の店を見てきていいですかってその人に言って行ったんですね。でも決められなくて友達に電話したんですよ、こういう状況だと。どうしようって言って、でもその友達が今ちょっと仕事中だからもう切るよって言われて、分かって自分で頑張るって言って、その電話いらないんですよ。でそうなって、でそれから、まあ、1時間ぐらいちょっとベンチに座ってたんですよ、うん、1時間本当は2時間潰せる、そこは違う、2時間潰せんだそれですごい悩ん でそこまで悩んだんですけど、うんうん、結局、うん、欲しいもの買って帰ることにして、うん、はい、っていうどういうでも美味しかったの？その星もまだ食べないんですけど。食べろよ。そんな迷ってたんなら食べろよ。何だそれ。その星もがどうでもいいもの。どうぞどうでもいいもの。すげえな。でも私のこだわりなんです。